洗剤でこんな匂いなんだ。すっごいいい匂い。洗浄剤の CM じゃん。皆さんこんにちは、マキオです。今日はブルーランドというところの洗剤類についてご紹介したいと思います。とこちら私も初めて使えますので、これがマキオ買いになるのか否かっていうのは使ってみてからのお楽しみっていうことになります。皆さん最近のゴミ問題についてどのようにお考えでしょうか。と特にプラスチック製のゴミについてはどんどんいろんな動きが出てきています。7月1日から日本ではプラスチック製の袋が有料になったり、他の国でもプラスチック製ストローが全て紙に変わったりといろんな動きが出てきています。今回私も調べてみたんですけれども、現在年間800万トンものプラスチック製のゴミが海に流れ出ているそうです。800万トンと言われてもちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、これをジャンボジェット機で言うと5万機になるそうです。5機ではありませんよ。本当に深刻な問題になっていると思います。また2050年には魚よりもゴミの量の方が増えるということで、あと30年後にはとても大変な世界が待ち受けています。と皆さん一人一人がリフューズ、リユーズ、リデュース、リサイクル、この4つの R を行動することが大事になってきますね。先日私のビデオでも紹介させていただきました、こちらさゆりさんが作るアップサイクルのピアスになっています。こんな感じで違ったもの、また新しいものを生み出す、そんなこともこれからどんどん活用していきたいですね。そんな時に今回私が見つけたのがブルーランドという会社が出している洗剤になります。こちらのブルーランドはニューヨークの会社になりまして、2019年にシャークタンクというアメリカでは超有名な番組に出場したことで有名になりました。こちらのシャークタンクではその会社のビジネスをプレゼンテーションして投資家の人たちから投資をしてもらうっていうような内容の番組になっています。でそこで投資家から投資を得られて成長企業の一つとして注目されています。アメリカって詰め替え用のものっていうのがあんまり売ってなくって、日本だとほとんどのものが詰め替え用があるので容器をもう一回買う必要がないと思うんですけれども、アメリカはこういうのを使ったらもう容器ごと毎回捨てるっていうような感じなんですね。なので本当にこの容器自体がすごくもったいないなというふうに思っています。私が現在家で使っている洗剤もこれなんですけれども、すごく緑の色がちょっと気持ち悪いのと、なんか匂いもすごいケミカルな感じがしていて、まあなんか本当のところはわからないですけど、なんかちょっと体に良くなさそうだなっていうような石鹸を使っていたんです。なので、まあ、そういう意味をちょっと新しいものにチャレンジしたいなと思ってました。まず最初に紹介するのが神田ソープになります。公式サイトでは専用のボトルも売っていますが、まあ、それもちょっともったいないので、うちは、もうすでにある市販のボトルを利用してやります。はい、1個開けてみますとタブレット状のものが出てきました。めっちゃいい匂い、アロマみたい。洗剤でこんな匂いなんだ。すっごいいい匂い、ずっと嗅いでられるって感じの匂いで、これを置いて、まあ、本来中に入れるんですけど、ちょっと口のサイズが合わないので成功するか分かりませんが、これはぬるま湯になっています。それを溶けないよ。はい、ちょっとうまくできないのでやり方を変えます。でもうちょっと水、こんぐらい、こんな感じで入れ歯洗浄剤の CM じゃん。だいぶ溶けてきてはいますが、ちょっとまだ残っているのでついてやる。でもこれが本当にハンドソープの効果が出るのかがちょっと不思議だよね。ただの入れ歯を洗浄するものにしか見えない、ね、ちょっと私たちお湯の温度が低かったっぽくって、少しだけ電子レンジで温めてみました。そしたらすごい溶けるのが早くなって、結構ぬるま湯とは言ってますけれども、結構高い温度のお湯の方がいいかもしれないです。だいぶ溶けましたので入れていきます。溢れちゃったでもやっぱりさ、泡立ちがいいのがよくわかるよね、これの実験によって。
ハンドソープの完成です。洗ってみるか自らオーブンに手を突っ込んだんだ、初めて。はい、洗います。どうでしょうか。その液体の、とろとろ感はなくて結構水っぽいですよね。ほら、でもすごい、なんだろう、桃の香りみたいな、いい匂い、甘い香りがする。そんなに泡立つ感じはないけど、でもちゃんとぬめってする、油が落ちてきた気がする。あ、おー、綺麗に落ちました。続いてはこちらのディッシュソープパウダーになります。これもこういう風に水で溶かすのかなと思ったら、そうではなくって、スポンジにふりかけみたいにふりかけて泡立てるっていう方式だそうです。なのでこれ違う容器に入れ替えた方が使いやすいかもしれないですね。では今日はちょっとさっき食べ終わったお皿を洗ってみたいと思います。まずは軽く水で洗いまして、でもまだこんな残っちゃってるから、あ、ちょっと出しすぎかな。お、泡立つ。いや、おー、通販サイトやってるみたい、インフォマーシャル、いい感じに落ちました。分もとてもいい感じになってます。はい、お、いい音、油汚れにってなんか CM がピカピカになりました。ディッシュソープパウダーもすごいいい感じに落ちました。こちらは、ディッシュウォッシャーの洗剤になります。あ、40タブレット入ってるそうです。で、今日は色がないので分かりにくいんですけれども、納豆パスタを食べましたので納豆粘ってます。蓋をしまして、スイッチオン。はい、じゃあどうなるでしょうか。では洗い終わりました。熱いよ。洗い終わりました。納豆のベタベタも全くなく、お皿もピカピカ綺麗になりました。とこちらのディッシュウォッシャータブレットもとても素晴らしい効能がありそうです。今回私たちは3種類の洗剤を購入させていただきました。まず値段ですけれども、こちらのハンドソープリフィールパックが3つで6ドルなので、1つあたり2ドルですね。230円ぐらい。1つあたり長持ちするので、そんなに高くないかなと思います。そして、ディッシュウォッシャーリフィールパック1つは14ドル。ディッシュソープリフィールパックは1つ10ドル。で、16オンス分ということで、ですので、思ったほど高くないですし、冒頭にも申した通り、安い洗剤を買ってしまうとすごくケミカル臭くって、お皿洗っててもちょっと気持ち悪くなってくるような、そんな感じがするんです。これすごくいい匂いなんですけれども、実はフレグランスフリーということで、化学物全く使ってなくって環境にも優しいということで、私的にはすごくこのお値段の価値があるのではないかなというふうに思っています。今回私たちは3種類の洗剤を購入したんですけれども、他にもいくつかあるので皆さんも探してみてください。このブルーランドという会社ですが、サラ・バジーユさんとサイナビさんというお二人の方が創設された、今話題の企業となっております。皆さんぜひ注目しておいてください。今回試してみてすごく効果がいいなと思って、でましてや私たちの環境にとってすごく優しいものになっているなと思っています。今回のこれめでたくマキオ買いの一つに認定させていただきたいと思います。Excuse me Dallas ではアメリカダラス生活に関する役立つ情報を発信しています。最近はマキオ買いと称しまして、私のおすすめ商品のシリーズも作りました。ぜひ皆さん注目していてください。このソープいいね、私も欲しいって思う方はぜひ高評価いいねボタンもいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。あ、もう飛んじゃった、何言ったか分かんなくなっちゃった。はい、な何言うんだっけ。
話してます。あなたのせいだ。